結構やっぱり好き嫌いが多い。あ、そう。でもね、なんか変なものだけ食べられる。なんか変なものっていうか、野菜が苦手な人ってそれ食べんくないみたいなやつは食べられるのよ。そう、どういうこと？水菜とか。水菜？水菜苦手な人多い。牡蠣とか。カニ味噌とかね。カニ味噌とか。カニ味噌。なんか割とさ、偏食な人があんま食べなさそうなものの方に行くの。そう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 。なんか居酒屋に来るメニューみたいなのは大体食べれる。そうなんだ。あん肝とか。あん肝好きなの。そう。ちょっと渋いものは好きよね。割と。そうなんだ。珍味系がね、なんだかんだ好きですね。そう。スタンダードなお野菜みたいなものは基本食べない。うん、だダメですね。キャベツとか、レタス、なんか克服したものないの？ね、最近で言うと、うん、かぼちゃ？あ、かぼちゃ。かぼちゃは克服しましたね。すごい。なんかあれ食べ方限定されてる？あ、でも焼いた方がいい。焼いた方がいい、うん、生だとちょっと生は多分ほとんど誰も食べない、ね、なんかいいとこの焼肉屋さんに行って、はい、なんかかぼちゃ最近切るようになったんですよとか言いながらもぐもぐ食べたら美味しくない美味しくないなってなって熱を通してくれたら、うん、あ、そう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 。あれ煮物とかは？煮物もいける。あ、煮物もいける、うん、じゃあまあかぼちゃ克服やね。じゃあ、うん、かぼちゃはいけるようになりました。もうあれはなんか芋みたいなもんですよね、ほぼ。まあ確かに ね、うん、甘みの強い。なんか芋と栗とかぼちゃはね、そうそうそう、割と一緒にされがちなところあるからね、うん、だからそこら辺は野菜の中でも大丈夫になりましたね、うんうん、野菜なの？野菜よあちゃんと野菜ですよ、かぼちゃは。あ、じゃがいもも？じゃがいもも野菜ですよ。じゃあ野菜食べれるわ。ごめんなさい、嘘つきました。食べられるものもあるって。株も最悪なの。株？そう、お母さんが味噌汁を作るときに、うん、はいはい、株の味噌汁だけは作らないでくれって私は言ってるのね。もう浸透していくの。浸透するの。株ってそんな、苦いったらないの。あ、苦い苦い系。もう味噌汁が苦くて苦くて。なんか私だって株あんま味しなくない？うん、なんかあの、うん、大根よりもっと癖がないやつみたいな。もしかしたら株の葉っぱまで入れてるからなのかも。あ、そういうこと。葉っぱは確かに、うん、でも大根はさ、うん、おろしたの食べるやつ、うん、そうだね。え、意味が分からない基準が分からない。いや私ね、あのこれはもう結構前の話で、うん、もう表ではもう 3,4 回ぐらいも好きすぎて話をしてるんやけど、はい、あのスイちゃんのお家にお泊まりに行ったことがあって、うんうんうん、あのお鍋をねご馳走してくれたの、うん、お家で、はい、でお鍋にポン酢と一緒にね、うん、あの大根おろしを使うからっつって、うんうん、あのスイちゃんが大根おろしをね、はい、あのすってる音だけが聞こえてきてたわけ、私のところにはキッチンから、はいはい、で私はスイちゃんに話しかけに行こうと思って、うん、キッチンの方にバーって行ったらスイちゃんがもうおろした髪を振り乱しながら両足をもう開いて大地に足を踏みしめて腰をちゃんとクンって下ろした状態でものすごい速さで髪を振り乱しながら大根おろしをすりおろしていた時があって、はい、私はその場でできたことといえば膝から崩れ落ちてもう大笑いしながらちょっとごめん今だけって言ってそのスイちゃんが必死不乱に大根おろしをする姿をムービーに収める。収められましたね。そういいって言ったらいいよって言いながらいいんだ。そうこれは干し町あるあるなんだけど、干し町は結構鍋をやるんですよ、はい、で鍋には結構大根おろしつきもので、うん、ポン酢に必ず大根おろし入れるから、うん、大根おろしをもう毎日のようにすってるんだけど、うん、実家から持ってきたはい、はい、おろしがね、うん、おろすやつね、うん、そうあれがもう陶器なんですよ。そもそも100均とかじゃない、もう高いやつ、うん、でいいやつ、いいやつ、うん、そうでもう高速で下ろす、なんか早く下ろせば下ろすほどいいみたいなね。美味しいんですよ。そうなんだ。なんか早い方がいいんだって。早い方が辛くなるの。で、うちは辛い方が好きだから辛い大根にするためにゴーって下ろすのね、うん、で、例えば友達とかが遊びに来た時に、うん、あの大根おろしするのお任せするねってやるともうね、1時間ぐらいやってる。そんなどんな友達に任せてるそれ。このぐらいの大根をさ、そうそうそう1時間ぐらいです。あーやりますってことでもう大体自分たちでやるっていう、もうそういう干し待ちメソッドがあるんですよね。メソッドなんかやるにしてもそんな両足に全身に力を入れてやるの、うん、あもうその方が早いんだよ。いや本当に早いの、うん、本当に早いし効率派なんで、もう見切りをつけるのも早いから、このぐらいなんか塊が残った状態で終わるんやけど、うん、この残った塊を鍋にポンって入れるそう大根の味が染みるんで、うん
だから鍋の具材に大根は入ってないんやけど、うん、このかけらだけが1個入ってる。あ、そう捨てるのももったいないんでね。そう じゃあこれ誰が食べるねって誰も食べへんって見てみたい一心不乱に。いやあのね星町家の食卓はもうすごいよ、うん、すごい、すごい癖があります。鍋だっつって鍋食べるよっつって、うん、鍋出してもらうやん、うん、そしたらなんかフライドポテトとかあげてくるのよ、うん、なんか居酒屋みたいなでなんか横にポンってカニ味噌置いてあったりとかするいや食べ合わせがなんか独特だね、うん、刺身とかもねあったりして、うん、いろんななんか多分その時食べたいものが食べたい分だけ置いてあるみたいな夢のような食卓なのよ、うん、だから一番楽しい食卓。そうだね、やっぱまあお家でご飯を食べる醍醐味といえばそれよねっていう、なんかその好きなものを好きなだけ食べていていいみたいな感じの食卓が広がってそうです、星町家ぜひね、あのちまちゃんも泊まりに来ていただいてあ、いいんですか、お邪魔して大根おろすみんなで大根みんなでおろしましてあのいや君たちついちゃんだよ、イケメンになっちゃった、ついちゃんイケメンになっちゃった。